タリン市電はエストニアの首都タリンを走る同国唯一の路面電車。期間は1067ミ、mm、リメートルでタリンの路線バスやトロリーバスを含めた公共交通機関を管理するタリン市交通会社が運営する。タリン市電のルーツは1888年から営業運転を開始したバ車鉄道である。タリン各地の主要道路の上に敷かれた。 路線網は1902年の時点で7 2 4トルとなり、末期の1917年には37両の客車が在籍していた。一方、1915年には、ロシアバルチック造船所をはじめとする工業地域への交通手段として、スチームトラムを用いた後期の路面鉄道が開通し、第一次世界大戦の影響で1918年に、 馬車鉄道の運行が休止した後も、コプリ地区とタリン中心部を結ぶ交通機関として営業を続けた。その後、馬車鉄道は1921年にガソリンエンジンを用いた機動車によって運行を再開している。タリンの街に初めて路面電車が登場したのは1925年10月28日で馬車鉄道として開通した路線の内タリンの 主要道路であるナーバ通りを通る系統が直流6 0 0トに電化された。1931年にはコプリ地区へ向かう系統が改めきされ、機関が1 5 2 4ト、mm、ルから1 0 6 7ト、mm、ルに改められたが、その後も長期にわたって電化は行われず、ガソリン起動車が使用された。第二次世界大戦時にはエストニアも戦火を被り、 1944年3月9日のソビエト連邦空軍による空襲により、路面電車も大きな被害を受けた。ソ連の統治下に置かれて以降は、戦災からの復旧に加えて前述したコプリ地区の路線の電化、複線化や各路線の延伸などが実施され、2020年まで続くタリン市電の大まかな路線網が完成した。車両についても、 第二次世界大戦前から1950年代前半までは、ベルギーやスウェーデンからの輸入、もしくは、タリン市電の工場での自社製造で賄っていたが、1955年以降は、経済相互援助会議体制の下で、東ドイツの豪太車両製造制の電車の大量導入が行われ、1973年からは、チェコスロバキアの KD タトラの路面電車が継続して、 導入されるようになった1991年6月にエストニアが独立を果たして以降は旧ソ連時代に製造されたタトラカーをドイツ各都市から譲渡された同系車両で置き換えるのと同時に輸送力増強を図った一方2001年以降はバリアフリーへの対応も兼ねて一部の車両を部分超低床電車に改造した 2014年初期の時点で、タリン市電の営業運転に使用されていた車両は、2車体連接車のタトラ KT4 が77両、部分超低床電車である3車体連接車のタトラ KT6T が12両であった。同年4月7日以降、タリン市電の3.4号線について、列車速度や利便性の向上、混雑緩和を目的とした。 改修工事が始まり、枕木やレール、河川の交換、変電所の改装や車庫の再建、さらには道路整備などを含めた大規模な工事が2015年まで続けられた。また、これに合わせて、タリン市電には新型の超低床電車が20両導入され、高床式車両が置き換えられた。さらに2016年からは欧州連合の支援基金を用いた。 レールバルティカプロジェクトの一環として、4号線に関して全長150メートルのトンネル区間を含めた、レナルトメリタリン空港への延伸工事が実施され、翌2017年9月1日から営業運転を開始した。2019年現在、タリン市電は4系統、営業キロ39キロメートルの路線網を有しており、営業運転に使用される。 車両数は70両である。2020年現在、タリン市電では以下の4系統が運行しており、ウチビンリー・ホブ・ジャーマ・カンは全系統が走行する。この区間では、ラッシュ時には2分間隔という高頻度運転が実施している一方、路面電車用の優先信号は存在しないほか、駅間距離の短さも要因となり低速運転を容疑なくされている。 リーマンショックに橋を発した経済危機を契機に、エストニアでは公共共通機関の無料化の動きが加速しており、タリン市内では2013年1月1日からエストニア国民を対象に自電を含めた公共交通機関が無料で利用可能となった。一方、外国人旅行者に関しては、今後も乗車の際に運賃や片道分の乗車券が必要となるが、 キオスクや売店でニューロで販売されている緑色の非接触式 IC カード、スマートカードを用いる場合は1時間ごとの料金となり割引が行われるほか美術館やレストランの割引も可能な赤色のタリンカードを使えば指定された期間以内ならば無料で乗車可能である。またスマートフォンの公式アプリを用いた支払いも行うことができる。 利用する際には事前に料金の支払いや乗車券への刻印を乗客が行う信用乗車方式が導入され、社内では抜き打ちの検察も実施されており、期限切れのカードや乗車券の使用をはじめとした無賃乗車が発覚した場合40ユーロの罰金が課せられる。2019年10月現在、タリン市電で営業運転に使用される車両は以下の通りである。 全車両とも終端にループ線が存在するタリンシデンの線形に合わせて、運転台は片側のみに存在し、乗降扉も右側面に設置されている。タトラ KT4KT4 車両限界や曲線半径が狭い地域に向け、チェコスロバキアの KD タトラが製造した路面電車車両タトラカーの位置形式。各車体に1台のボギー会社が設置された2車体、 連接車で連接部分に特殊な構造を用いることで曲線走行時でも車体のはみ出しが抑えられている。タリン市電では1981年から1990年にかけてソビエト連邦向けの KT4SU が K73 両導入された。これにより最後まで使用されていた東ドイツ製の路面電車車両である G4 から61が置き換えられた。 一方、長年の国士によって老朽化が進行したことや、車両本数の増加に対応するため、1996年以降は2013年まで以下のドイツ各都市で使用されていた KT4D の譲渡が実施され、KT4SU の一部車両が廃車された。2015年以降は公設する超低床電車の導入による置き換えも進行し、2019年の 時点で原型のまま残存する車両は30両となっているが、2020年代以降の超低床電車増備に伴いこれらの車両はすべて廃車される予定である。その一方で、2000年代以降下記のような部分、超低床電車への改造や車体、機器更新も行われており、これらの車両については2020年代以降も継続して使用されることとなっている。 ウルボスアクセルウルボスアクセルスペインの鉄道車両メーカーであるカフが展開する超停上路面電車ブランドウルボスのうち車端の台車に回転軸を有したボギー台車を使用することで高速運転や急曲線の走行を可能とした形式。タリンシ電向けには20両が生産され2015年3月31日から営業運転を開始した。各系統で使用されているが そのうちタリン空港と接続する第四系統は全列車がウルボスアクセルで運行する。G4 から 61G4 から611950年代以降、タリン市電には東ドイツの国営企業が生産した路面電車車両の導入が実施されたが、その中でも最後に導入された G4 から61は中央に車体長が短いフローティング車体を挟んだ。 タリン主電発の連接車として1964年から1967年にかけて50両が豪多車両製造で生産された。従来の二軸車と比べ定員数が多い G4 から61は大量輸送に貢献したが、後継車両の導入により1988年までに営業運転を終了した。ただし、1965年に製造された一両に、 ついてはその後も残存し、1993年には、車内でコーヒーなどの食事が楽しめる団体用車両に改装され、タリンシ電発の女性運転士にちなんだポーリーヌという愛称も付けられている。タトラ T4T4SU 経済総合援助会議体制のもと、東側諸国へ向けた路面電車製造が、チェコスロバキアの KD タトラへ集約され、東ドイツから、 タリン市電に向けての路面電車生産が終了したことを受け、同市電にもスミーホフ工場製の路面電車車両であるタトラカーが導入されることとなった。その最初の形式が車両限界が狭い地域へ向けて生産されたボギー車のタトラ T4 である。タリン市電にはソビエト連邦向けに展開されたタトラ T4 SU が1973年から1980年まで、 計80両両導入さされれ主に2両編成を組んで運用された1970年代後半には3両編成の営業運転も検討されたが、電停や線形などの条件が適合していないことから、実現することはなかった。この導入により、それまで使用されていた二軸車やゴータカーの大半が置き換えられたが、T4 の方も1980年代以降、 老朽化が進んだことで廃車が行われ、2005年5月をもって全車営業運転を終了した。その他営業運転を離脱したタリン市電の車両の一部は2020年現在も胴体保存されている一方、事業用車両に改造された車両も多数存在する。タリン市交通会社では、2023年から2024年の開業を目標にタリン旅客港へ向かう。 新たな路面電車路線の建設を計画している。また、延伸への対応に加えて、未更新の KT4 の全車置き換えを目的とした、超低床電車の増備も予定しており、導入完了後は2017年に、車体、機器更新が完了した、KT4TMR や一部の保存車両を除き、高床式車両の KT4 は、全車廃車されることになっている。 タリン市交通会社の公式ページ2020年3月2日閲覧ありがとうございます。